共に戦う将兵らは瞬く間に江東五軍を制圧。孫悟の名は群雄割拠の世に広く知られるに至った。その後孫策は劉備らと共闘し皇帝を戦勝した袁術を討つ。破竹の勢いで進む孫策を人は誰からともなくこう呼んだ。小覇王、いにしえの英雄覇王項羽にちなんだ名であった。それから4年、中原に力を得た曹操が河北の雄袁紹と対立。両者は関東の地で大規模な決戦を始めようとしていた。今こそ好機、孫策は曹操の背後をつくべく立ち上がる。帝を救い中原に地を得れば孫悟の勢いを遮るものはない。夕日の機会を前に孫策、周瑜、孫権、周泰の息も高まる。しかしそこには不吉なる影が忍び寄っていた。孫忠謀、この天下を新たなものとせん。あっちゃー、逃げられちまったか。今夜は肉なしだぜ、周遊。って、あれ周遊、おい、剣、周泰。ちゃ、どこ行っちまったんだ。孫策、うん、五軍を制し小覇王などとおごるか。教皇か。それと誰だじいさん。振り返るがいい。力でまかり通った己の道を、恨みの声、怒りの炎、渦となっていよう。貴様はそれらに飲まれここで果てるのだ。おい、なんだよお前さっきから。兵か。兄上。すまない孫策、何者かのまやかしにあっていたようだ。ああ、俺んとこにも来たぜ。よくわかんねえけど、とにかく今はここを抜けるぜ。妙な霧が立ち込めている。視界は悪いが急いで森を抜けねば。この者らは虚構の兵。孫策、君を狙ってきたのは虚構なんだ。ああ、俺は相当恨まれてたみてえだな。おや、虚構、妙な爺さんだな。あいつ、おかしな術を使ってきたぜ。なんだこの気味悪い奴らは。これもまやかしだってのか。幻影兵を操る者がいるはずだ。その者を倒せればキリがあるまい。
急いでこの森を脱出しよう。一体この森はどうしてもいいのか。何か怪しい気配に満ちている。尊敬そう、俺が守ります。ダーク、頼みにしているぞ。シュー、やがってきやった。急いでここを抜けないとな。幽兵ならば指揮する将がいるはずだ。見つけ出して倒し、この矢を止めよう。これで森を抜けるのが楽になったぜ。あの砦、見覚えがあるぜ。あそこから森を抜けられるはずだ。私を殺すか、孫策。うわっ、だが貴様も連れて行く。孫策、兄上。貴様の道はやがて波動と、曹操殿とぶつかる。わからぬか。覇者たり者が並び立てば、乱世はそれだけ深まるのだ。せえ、なら俺が他の奴ら全部ぶっ飛ばしてやるぜ。愚か者め、不吉よ。あとは頼んだ。よかろう、キョコ。乱世を憎むその願い、このわしが聞き届けた。滅せよ、乱世の獣ども。勝利は目前だ。敵を駆逐しろ。もしも大殿、曹操軍などと戦えるはずもない。今は孫策の治療が最優先。急ぎこの地を脱する。私と周隊で曹操軍の目を引きつける。周囲は兄上を連れて感動を抜けよ。すまない、周隊。孫権殿を頼むぞ。倒した。これで羽根橋を下ろせるんだ。さあ南へ向かうぞ。拠点を落とし、敵の目を引きつけるのだ。確か感動の上は見通しが悪かった。そこに敵が潜んでいたら兄上が危ない。ここは派手に暴れるぞ。敵を全て私に引きつければ。羽根橋を渡り、正面から敵に当たろう。周隊、兄上のため力を貸してほしい。承知しました。
悩んでいても仕方がない。私の力で兄上をお救いする。窮地は脱したな。しかし虚構、あの男が曹操と通じていたとはな。曹操殿の道を歯止めなどと。ふざけおって、兄上を売るような真似をし、やらぬまじないしまで用いるとは。右吉とか言ってたな。くそ、まじないもバカにならねえな。ケン、親父は俺に尊敬を託してくれた。今度は俺がお前に尊を託す番だ。何を言うのです兄上。任せたぜ。